すみかっこ兄力妹が喜ぶプレゼントを変えたやつ勝ち選手権。どうもザラシと、そしてともっちです。僕ら3人の共通点として、はい、全員妹がいるんですよ。そうですね。僕の妹は高2、2人の妹は中2っていうふうにね、うん、しかもそこは友達なんですよね。そうなんだよね。アニメみたいなことになってるやん。でもそんな僕たち兄としてですね、はい、妹になんかあげてもいいんじゃないかと、まあ、特に君たちは年が離れてるから、そうだ、ね、6個も7個も離れてるから、はい、なんかこうバイト代とかで買ってあげてもいいんじゃんって、そうね、家族にそろそろ還元してもいいんじゃんと思ってね、はい、その兄の力をちょっと今回競おうかなと思いまして、やろう。今回はプレゼント対決ということで、はい、妹の趣味嗜好をちゃんと理解して喜んでもらえるプレゼントをあげれるかっていう勝負です。なるほど。おお。でもすでに各自妹にプレゼントを買って、はい、渡してきてますよね。渡してきました。でもそれを今から動画一緒に見て、はい、まあ、反応とか見ていこうっていう動画です。了解です。なるほど。もう必見ですよ。全員の妹が出演しますから。確かに。というわけで今回は兄力を競っていこうと思います。やっていきましょう。はい、はい。あ、この勝ち負けがありましてですね、うん、それぞれ妹に100点満点中で点を聞いてきてますよね。はい。その点数が一番高かった人が勝ちなんですけど、はい、金額もちょっとありまして、まあそうですね、はいはいはい。だって100万円あげたら勝ちですから。そりゃそう、そりゃそう、確かにね、100万分だから。それはそりゃそう。金額が一番安かった人は、うん、プラス15点、15点で、真ん中10点、はい、最下位プラス5点っていう感じにしますか。加点は、はい、そうですね、わかりました。まあ、それ踏まえても僕ちょっと勝っちゃうと思うので、はい、最後がいいなって思ってるんですけど、まあじゃあどうしよう。僕から最初いきます。いきますよ、はい、はい。一番自信がないと、兄としてのハートですか。いや一番自信あります。お、あ、逆にね。じゃあいきます。はい、はい、ということで、のせです。ということでね、まあ、今回僕が買ってきたものはですね、こちら。で、3色だけでセンスのいい色というこの本ですね。皆さんこの本見覚えあるんじゃないですかね。結構ね、これ実はツイッターで話題になっていて、あったね、まあ、僕も一度ね見かけたことがあったんですよ、この表紙がね。で、まあ分かりやすいということで、まあ、まずそもそもね、なぜデザイン本を買ったかと言いますと、僕が歌が好きなように妹は絵を描くことが好きなんですよ、はい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 。美術部に所属していて、はいはい、まあ、絵を日頃描いていると。クリエイティブな、まあ、そんな妹に僕はデザイン本をあげたいと思います。でもこれちょっとね、懸念点がありまして、っていうのもこれ結構有名で大人気って感じだったんですよ。なので持ってるかもしれない。持ってたらもう0点です。間違いない。ですが持ってないと仮定して、まあ、今後ね、絵が上手くなってくださいねっていう願いを込めて渡したいと思います。持ってろ、それでは行こう。持ってろ。おお。買ってきたので、まあ、受け取って率直に何点だったかっていうのを感想とともにお聞きしたいです。了解です。了解です。いいな、硬い感じ。アンブロ了解です。了解です。硬い。はい。まあちょっと本なんですけど、うん、もっ持ってるかもしれないっていうのが怖くて。あー、最近そんな本買ってない。買ってない。おー。まあ最近ね、うん、なんかそのデザインとかやってるじゃないですか。まあそうですね。なんでちょっとそのお手伝いになればなと思いました。こちら、3色だけでセンスのいい色。ほう。ちょっと分からない。思った数百倍もとも。どんなやつだと思われてるんだろう。もっとふざけると思ってた。確かに最近デザインの本は買ったけど、うん、これ初めて見た。え、普通に良い。良い。よっしゃ。よっしゃ。良い出ました。じゃあ、いいですか。何点か。100点満点中。85。85! やった、高い。高い。めっちゃ高い。めちゃめちゃ頻繁に色を使うわけではないけど、うん、普通に嬉しい、面白い。面白い。よかった。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいよ。これ3点とか言えないか。だよね。あ、そっか。じゃあちょっとこれでもっといいデザインを変えて有名になってください。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。したはい、ということで。なんか久しぶりだね、その妹に
レゼントをねあげるっていうのはすごい久しぶりだったんですけど、なんかいいよいいよ、なんかちょっと嬉しいよ、なんか久しぶりにこうなんかいいことしたなって思いました。悪くないということで、まあ85点だったのでまあ勝つんじゃないかな。いや妹からの85ってなかなか出せないから、うん、まあ、85やっぱ俺1なのかなって、やっぱ娘のね、あ娘じゃねえよ妹のね、心をこうガッと掴んで、まあ、好きなことを把握してるお兄ちゃんっていう点でね、やっぱ僕のアフタートーク長いの非常に思いますね、まあ、ということでね、まあ2人とも頑張りたまえということで、のせでした。バイバイ。はい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 、なるほどね、85点という結果。高いの。ちなみに金額はですね、はい、お買い上げ1980円です。あー、まあ2000円ですね、まあ、2000円、ね、まあ、2000円で85点は結構じゃない。いいなー、かなりコスパいいんじゃない、ね、いいですね。定期的に還元してあげたいね、この、うん、本当に。そう、わかる、俺もそのあげた時の喜ばれた時の嬉しさやばいよな。やばい、うん、ないいな、恥ずかしいじゃあもう僕かな、最後っつったもんね、俺かな。じゃあ再生します。はい、というわけで僕の今回妹に買うプレゼントはなんとこちら。妹バドミントンやってるんですけど、そのラケットをね買いたいと思います。とりあえずこちらを買ってきて、まあ買った後にまた並んでる値札がもう平均2万円なんだけど、まあ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 、待て待て待て、うん、ということでラケットね、髪切ってまあ髪が届くまでに数日かかっちゃって、その間に髪を切ったってだけですよ。なるほどなるほど。高橋いい世界顔してるけどめっちゃかっこいい。スポーツショップから取ってきて無事手に入れたということで渡そうと思います。喜んでくれ。目指すは100点ということで、また渡す時になったらお会いしましょう。さよなら。おーおー、まあ、普通に今回ちょっと妹にね渡したいものがあるから恥ずかしいな、なんか本当にちょっともらってもらっていいですか。いいですか。もうまあプレゼントみたいなもんだから、まあよかったらこれをもらってくださいということで。おめでとうございます。あ、いいの。いいよ、ちょっと見ていい見ていい見ていい。おー、いいね。なんか良くない、この反応。いいね、見ていい、いいね、かわいい。おお、すげえすげえ。カットもちゃんと合ってるよ。そうそうすげー、ラケット1個しかなかったから。よかっただよね。ありがとう。おお、嬉しいわいや、持ってねえやつ持ってねえやん。え、でもなんかさ、うわーみたいなないの。いや、ナイスじゃねえかよ、みたいな。ないだろ、そんな今。ナイスみたいな言うやん、お前いつも。言うやん。あ、ね、まあ、これがそのリアクションということで。本当かよ。点数で言ったら何点ですか?100 点。おーい、ありがとうございます。まあ、100? これを使って、上手くなってください。ありがとうございます。大事にします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。また。お、なんか言いたいことがあるらしいな、お前。そうだよ。え、なんだよ。なんだよ。ピンクが嫌なんだよ。そういうこと言うなよ。紫が良かったんだよ。ってことは何点ですか。60。そんな嫌だ。紫が好きなんだよ。そこは。なんで怒ってんの、こんなに。理解しなかった、妹のこと。ダメダメだな、お前。ダメダメだよ。金返せよ。無理だよ。やらせじゃなくて。いや、ガチガチ、こういう反応。本当にこういう反応。見たことあるんだけどって言って。いや、なんかこの後に、うん、本当は紫が良かったな、ボソって言ってたら、なんか言いたいことあるじゃん、つって、もう一回撮ったってだけで。おい。傲慢だな。いや、まあでも、値段。はい。ざっと、はい、1万3000円です。高いって。あ、でも。ラケット、あ、でも高いけど、あ、高いよ。高いよ。ラケットだからちょっとあれだったけど。まあ、安い方のラケットを買いましたね。あ、ね。1万3000円で60点と。やらかしたーいやー、でもちゃんと色を把握してないっていうのは。そうだよね。あれはちょっとね。そう。それは思った。アニ力出てるよ。出てた。アニ力。確かに言われてみたら紫好きなんだよ、あいつ。うわ、しかも知ってたんか。そう、失敗した。
じゃあいいですか、ちょっと、はい、僕の兄力を解くと、はい、ご覧あれ、まあ、唯一の氷なんでね、そう俺らとは違う、見てくださいよ、はい、はい、というわけで春樹が妹に贈るプレゼントはこちら、ジルスチュアートっていうところのリップをあげたいと思います。全くコスメに知識ないので店員さんにね聞いて一番良さそうなやつを、まあ、買ってきました。俺らと違う感じだねやっぱり。まあね、ちょっとこれから使えるやつがいいのかなとか思ったりしてて、しっかりしたお色使ってます。多分結構ちゃんとメイクしてるので結構売れてるやつとかってあるします。わからんのよね。うわ難しいよなこれ、男が買うってマジむずい。204がちょっといいかなって思います。はい、あ、そう。ああ、そうやめろ。まあ、持ってたりしたらちょっとあれなんですけど、まあ、多分大丈夫だと思うし、まあ、持っててもリップってなんか使い切るし、なんか何本あってもいいって聞くのでいいと思います。というわけで渡しに行きます。はい、おう、どうも、プレゼントをあげます。ありがとう、開けます、失礼します。いいな、高校2年生って ね。しかもジルじゃん。あ、すごい、ジルいいらしいです。こういうとこで YouTuber の怖いところ。いや、めっちゃ嬉しそう。大人っぽい。あ、そうなんだ。え、何？ありがとう。点数だけ100点満点中で。そういうこと？そういうこと？いや、普通に100点満点中で。100点じゃない。一応こうプチプラとデパコスで分けたら、デパコスに入るものだから。そうなんです。ラスボスの最下層みたいな。最下層って言わないけど、100点ですと思います。テスト。イエーイ、100点だ。いやもう、もうジルはもう本当に最強だと思います。ありがとうございます。すごガチかってことは値段がですね、はい、3000円です。おー、ってことは110点。よいしょー、かそれはやばい、大優勝で100点、110点、100点、65点。お前、おバカさんじゃん、お前。そう、しかもこれ後日談なんですけど、後日ってか、この直後、カメラ回し終わった後なんですけど、はい、妹がボソッと、お兄ちゃんモテそう。おぉ。おぉ。なんそれ。なんそれ。ありがとうございます。なんそれ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 、なんそれ。なんそれ、逆に。高2は確かに分かりやすかったかも。あー、ちょっと確かにね、近いからやっぱそうだね。中2はね難しそう、確かに。じゃあ中2に俺ら戻る必要があった。そうだね。中2の頃もらって嬉しかったものなんかって言われたらスプラトゥーンとか嬉しかった。いやそうなんだよ、そうなんだよ、そこなんだよね。55点差ってやばい。やばいな。お前ひどいな、兄力低いやん。ひどいな。いや紫外しはちょっとね、やった、それやばい、大先輩だったね、やったな。てか紫で40点下回るってどんだけ紫好きなんだよ。でも使ってくれてるんでしょ、多分。いやまあ今日っていうか、またしたばっかだから、多分使ってくれるとはもちろん思います。それ嬉しいよ、ね、嬉しいね、それは嬉しい、ね、それで優勝してほしいね、大会。そうだね、そうだね。でも優勝したらツイッターとかでちょっと言ってください。一緒にツーショット撮ります。はい。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。